シュボーン。メリーが船の名前だったとは。ああ、船だけどよ、俺たちの大切な仲間だったんだ。メリーの話はまだすげえ続きがあるんだぜ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はウソップよりもロビンの方がスーパーやべえことになってんだからよ。スーパーやべえことですか？ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。んで市長んとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。ロビン、どこ行ったんだろうな。おーい、ロビンチュワーン。どうした、チョッパ。ロビンちゃん。ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。何言い出すんだよロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。短い付き合いだったけど、今日限りでもう二度とあなたたちと会うことはないわ。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、チョッパー、お前ルフィたちと合流して今会ったこと全部話してこい。一言一句漏らさずな。本当に言ったのかロビンが。そんなこと。全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた。それが急に怖くなって逃げ出したんじゃ閉まらねえ。落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女は敵か仲間か。ことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムの到着だ。下手に突っ込んだら大変なことになるな。すっかり日が暮れたわね。
そろそろ行くわよ。夜は長いが気を抜くな。この機会を逃せばもう二度とロビンを追うわけはねえぞ。絶対捕まえてやるぜ。門は二つあるみたいだ。行ってみよう。私たちはハッチの門に回ってみるわ。ルフィはどうする？あいつらさんに近づけるな。おい、やめろ。俺たちは何もしてねえ。くそ、やる気満々か、あいつら。ルフィはそっちで暴れて敵の目を引いて、その隙に私たちは手薄になった方の門を抜ける。くそ、門が開かねえと中に入れねえな。仕方ねえ、ナミんとこに戻るか。おい、あっちからは入れねえぞ。門が開かねえんだ。こっちも開かねえけど、あそこにほら、なんか怪しいスイッチがあるんだ。スイッチ？よし、じゃあそれを使うぞ。門が開くかもしれねえしな。やった、これで中に入れるぞ。あれ、ゾロがいねえな。またどっかで道に迷ってんのかな。あ、まだ門にも入ってないうちからどうやって迷子になるの。これだな。よし、先に進めるようになったみてえだな。お、なんだこれ、使えるんじゃねえか。でも動いてないじゃない。あんたが暴れたせいで壊れたんじゃないの。どこかに別のスイッチがあるかもしれないわ。ルフィ、責任取って探してきて。ゴムゴムのダメ。お、進めるようになったぞ。ほい、これで先に進めそうだ。ほい、ゴムゴムのライフル。ほい、いや、ほい。
兄が言ってたスイッチってこれじゃねえか。ゴムゴムの見つけたぞ、麦わらの一味だ。よくもアイスバーグさんを。みんなやっちまえ。ゴムゴムの
もう大丈夫だな。俺は先に行くぞ。ゴムゴムのロケット。よっと。ほい。よっ。ほい。あお。エメラ。子分どもずいぶんと可愛がってくれたじゃないの。くらえ。くそ、だいぶ食らっちまった。このままじゃ立ちが上がれ。アルティメットハンマー。ゴムゴムのアイス。くそ、燃料が尽きちまった。ルフィ、お前はロビンの元へ急げ。俺たちも後から行く。ああ、じゃあ先に行ってるぞ。
願いを叶えるとあなたと一緒にいても決して叶わない願いを。それで平気で仲間を暗殺犯に仕立て上げる。突然だが、あと数分でこの建物は炎に包まれることになっている。ゴムゴムの1階の部屋から直に火の手が上がる。簡単に言う海賊だ。そんなこともあるだろう。私は先に行く。ああ、役目は果たした。行くな、ロビン。まだ話は終わってね。いいえ、終わり。ゴムゴムの。もう二度と会うことはない。よし。よっ。ロケット。よし。よし。よし。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義六式。よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々よ、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差が。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。小人間か。外まで飛べー。